皆さんおはようございます。インターネットで礼拝に参加してくださっている方、それぞれのご家族にも、愛を込めておはようございます。今日はですね、こっちのグレースハウスには私たちの家族と、それから村岡みのりちゃんとそのお友達のお名前が柳沢広宗です。ちょっとね、こっちにいる人たち、インターネットの向こうの人にちょっと顔を、見せて、おはようございますって言いたいので、みんなちょっと前に、この講談の前にフレームに座るように。じゃあできるだけこっとフレームに入るようにしていいですか。はい、じゃあ、どうしましょう。挨拶はね、じゃあイエス様の祝福がありますようにってみんなで挨拶しましょうね。 1,2,3 イエス様の祝福がありますように。はい、じゃあお座りください。はい、おはようございます。はい、少し一つお祈りしますね。父なる神様、ありがとうございます。私たちはあなたの子供です。あなたのことをお父さんというふうに、どこにいてもいつでも呼びかけることができます。周りがどんな状況であっても、どんな時にも、あなたは私たちを平安のうちに守ってくださる方です。そして、我が子よというふうに呼びかけてくださる、お方です。本当に大きな、豊かな、愛を持って私たちを迎えてくださっている、お父さんを心から賛美します。この礼拝の時をイエス様、あなたにお捧げいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。はい、今日もですね、最初の5分は子どもバージョンで、子どもの方たちにちょっと聞いてるので、今日のメッセージの、ダイジェストみたいにですね、ちょっと子どもバージョンでやってみたいと思いますね。でその後大人バージョンに切り替えます。ここにいる人たちもね、ちょっとね、小学生か中学生がなったつもりで言ってくれますか。みんなにね、質問しますね。誰かがみんなに、あなたはどんな人ですか、誰ですかというふうに聞かれたらば、どういうふうに答えますか。例えばね、じゃあみのちゃん、みのちゃん、ようちさんに、ようちさんってどんな人ですかって聞いてくれますか。大きい声。ヨジさんってどんな人ですか。はい、僕はね、昭和32年生まれ、11月30日お誕生日が、で今62歳です。これから子供が4人いて、4人の子供のお父さんです。それから、結婚していて、のりこという奥さんがそこにいます。で今日本語で話して、みんな分かるようにですね、みのちゃん分かるように、僕は日本人です。それから教会で牧師をしてますね。そんな説明ができると、ちょっと、僕のことが分かってくれると思いますね。前は、塾をやったりとか、英会話学校をやったりとか、建設会社に勤めたこともあるし、それから若いと結婚する前にアメリカに住んでたこともあります。これ以上言っていくと長いストーリーになってしまうので、これで止めますけども、みんな僕がどんな人だかちょっと分かってくれましたか。はい、じゃあ今度はね、みんなに質問しますね。そうですね、皆さんに、あなたはどんな人ですかって、君はどんな人ですかって聞かれたらば、4つか5つぐらいで自分のことをちょっと説明してくれますか。あと、じゃあ自分の性格のこともちょっと付け加えて言うと、ちょっとこう見えても少しシャイだったりとか心配性だったりするところもあります。でも、割と友達はね、たくさん、います。日本にも海外にもたくさん友達がいます。で割とどうかな、人のお世話をしたりとか、どうしようかね、そこにのりこさんいますけど、りょうじさんどんな人ですか。自分で答えるだけじゃなくて、のりこさんにちょっと答えてもらう。どんな人ですか。どんな人ですか。いい人ですか。
はい、はい、まあいいでしょう。じゃあ今度はみんなの番だよ。みんなはじゃあ自分のことをどんな人ですかって聞かれたらばどういうふうに説明しますか。でみんながねちょっと人数少ないんでここに出てきたもらって、いや、いやなんで全国ネットでちょっと自己紹介してください。本当ずいぶんシャイですね。じゃ あ4つか5つで自分のこと説明してくださいね。30秒ぐらいかかります。どうぞ。いまあ今ねインターネットで見てる みんなはここにいる人たちがどんな人だか大体分かってると思うんだけど、ですね、みんな考えた？じゃあですね、じゃあ代表してどうしよう、イサクに自分がどんな人だかここに来て説明してください。まはい、名前は鳥居伊作です。日本人には珍しい名前ですけど、伊作ではなくて伊作です。趣味は散歩と映画を見ることです。堀井ひろ子の、夫です。あと何だろうな、まあのんびりとした性格です。ひろちゃんもちょっとついでに出てきてください。はい、じゃあ伊作はちょっと詰まってるので、伊作はどんな人だか、どんな誰かってことをちょっと説明してあげてくださいね。ひろちゃんの目から見てこういう人です、うん、伊佐くんは誰に対してもこのまんまの優しい、もう自分を犠牲にしていろんな人を助けちゃう人です、はい、じゃあ掛け合いでやりましょうか。じゃあ伊佐くんはからじゃあひろちゃんがちょっと自分を端的に説明してくれますか。自分はこういう人ですっていうのをひろちゃん自分の言葉で、うん、私は、兄弟が多いせいか、で真ん中であるためか、すごい、いろんなとこに気がつく、よく探し物をよくできる。そんな人かな。はい、お仕事はどんなことをしてましたか。仕事は誰かに使える仕事をするんだけど、料理したり子供の世話したりするのが大好きで、はい、生まれはどこですか。長野県です。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ戻ってください。いいでしょうか。まあ、自己紹介は今簡単にしてもらって、どこまで、まあ、お互い知ってる、インターネットで見てるみんなも今ここに出てきた伊作とひろちゃんと僕のことを結構知ってると思うんですね。どんな人かね。で今伊作とひろちゃんに、自己紹介してもらった時に自分の性格のこととかも言ってたけれど、でも、結婚していて、奥さんであったり夫であったり、府中市に住んでたりとか、そういういろんな自分自身の説明の仕方がありますね。じゃあね、ここにいる人たちがみんな年齢も性別も生まれもみんな違うんだけど、でも共通していることが、このインターネットを見てるみんなも共通していることがあるんだけど、何だと思いますか。何だと思いますか。まあ、日本人とはそうね、日本人はみんな多分、小さい、
インターナショナルのグループがあって、モンゴルの人やアメリカ人やインド人の人もいますけども、大体は日本人ですね。それ以外に共通していることがあると思うんだけど、分かる？何でしょう？同じ神様を信じている。そうですね、同じ神様を信じている。同じ神様っていうのは、この世界をお作りになった、神様ですね。世界を作りになった僕たち一人一人を大切に作られた神様、僕たちにとってはお父さんですね。お父さんって大きな方なんだけど、僕たちはその神様をお父さんというふうに呼びかけることができます。そういう、まあ、クリスチャンという言い方もできますけども、そういう、同じ立場、同じ、自己紹介ができる部分が、あるでしょ。みんなも向こうでインターネットで見てる小学生や中学生のみんなも、イエス様を信じてたらば、イエス様を信じたらば神様の子供なんですね。お父さんって呼びかけることができます。はい、ではですね、今度はじゃあ神様の子供、聖書はイエス様を信じてる人たちはみんな神様の子供とされますけども、されるという聖書を教えてます。聖書はね、いろんなイエス様を信じている人たちはこういう人です、ああいう人ですっていうふうに説明してるんだけど、4つだけ、言いますね。ですか、この後、子供バージョンが終わったら大人バージョンに切り替えていきますけども、同じメッセージになります。1番目、イエス様を信じた人は永遠の命が与えられて神様の子供とされています。それが一番大切ですね。だから神様のことをお父さんというふうに呼ぶことができます。ヨハネの福音書の1章の12節に、イエス様を信じた人は神の子供とされますと書いてあります。聖書を読むのは後で読みましょうね。それから2つ目、今度はね、イエス様を信じると目には見えないんだけれども神の国に、神の国に生きるものとされます。神の国で生きることができるようになりますというふうに聖書は教えています。みんなは今どこに住んでますか？どの国に住んでますか？みのちゃんはどの国に住んでますか？日本です。そうですね、みんな日本に住んで、いますね。生まれはどこですか？秋田です。はい、お父さんはどこに住んでますか？秋田です。はい、そうですね。そういうふうに住んでる場所は違っても、みんなは日本という国に住んでるでしょ。この教会にはインドから来たダニさんとか、モンゴルから来たジャクさんやハリウムさんや、シカゴから来てる、エリスとかいますけれども、でも国や話す言葉が違ってもイエス様を信じてると神の国に、住めるようになるんだというふうに言ってるんですね。その神の国は、イエス様という素晴らしい王様が治めている国です。愛を持ってね、治めて守ってくださって、で僕たちはそこの国の国民なんですね。聖書はそういうふうに教えています。で、神の国の王様は、今答え言っちゃったけど誰でしたか？神の国の王様は誰でしたか？イエス様ですね。イエス様は王の王、主の主っていうふうに聖書の中で呼ばれてるけど、そうすると神様は王様だということだよね。僕たちはしもべなんですね。でもこの王様はとっても素晴らしい、いい、豊かな、恵みを持って、治めてくださる王様なんですね。はい、それから3つ目、神様、イエス様を信じて神の子供とされた、今復習するよ。1つ目はイエス様を信じている人は神様の子供です。2つ目は、イエス様を信じている人は神の国の市民です。神の国に生きるようになります。それから3つ目は何だと思いますか？3つ目はね、イエス様を信じる人はイエス様の、キリストの弟子になるんですね。キリストの弟子っていうのは、あんまり、じゃあ質問しようか。じゃあ弟子って聞いたらみんなどんなことを思い浮かべますか？どんなことを思い浮かべる？弟子って言ったらどんな修行とかですかね。はい、修行。職業で言うとどんな職業がある？弟子入りするのはどんな職業ありますか？陶芸家。え、
陶芸家とか、はい、はい、のりこさんどんなのある、弟子入りする、弟子になるっていうとどんなのある、大工さん、大工さんの弟子になるとかあるのね。これからヨッシーはどんなのある、弟子って言った、花火、え、花火職人、そう、職人的なのもあるし、それからお相撲さんもそうでしょ、弟子入りするとか、落語家もそうですね、弟子入りするとか、そういう職人とかお相撲さんとか、それから落語家とか、会社に入っても弟子入りするって言わないよね、会社に入っても。じゃあ弟子と会社員の違いはどういうところに違いがありますか。みんなのお父さんは大抵サラリーマンが多いと思うんだけど、サラリーマンや公務員でもいいんだ、サラリーマン公務員でも何でもいいんだけど、そういう職業と弟子の違いはどんなところにあると思う。会社は、ただそこだけで上司の言うこと聞けばいいけど、弟子はなんか人生を人生とかなんか一日持ってかれる感じ。会社はなんか何時から何時で、だいたいです。全部そうだと言わないけど、弟子入りするっていうと、じゃあ、弟子の上にいる人は誰、師匠さんですね。師匠さんのところに弟子入りするっていうのは、師匠さんの住んでるお家に住んで一緒に生活をするのが大抵弟子入りだよね。だからその会社員だと仕事が5時に終わると残業があるかもしれないけど、お家に帰るじゃない。でも弟子になると師匠さんの住んでるお家にいて一緒に、お手伝いしたりとか、食事をしたりとか、一緒に食べたりとか、師匠さんが出かけるときには一緒についていったりとか、そういうことも一緒に生活をするよね。でサラリーマンは社長さんのお家に一緒に生活しますかしないよね、しないですね。そこは違うよね。サラリーマン と、弟子の違いはあるよね。弟子っていうのは師匠さんのお家で一緒に暮らすんですね。それでどこが違うのかというと、師匠さんはもちろん何かな、じゃあさっき陶芸家が出てきた、陶芸家の壺、そういう陶器の作り方とか教えてくれるのはそうだけど、でも師匠さんってこんなに素晴らしい人なんだとかね、厳しいところもあるけどこんなに自分を大切に育てて一生懸命育ててくれるんだとか、そういう関係があるでしょ。聖書はイエス様を信じた人たちはキリストの弟子になるというふうに、教えてるんですね。それは、今は全部読まないけど、マタイの福音書28章にあらゆる国の人々を弟子としなさいというふうに、イエス様は命じて、います。4つ目、ですね、イエス様を信じる人たちは、答えから言っちゃうと聖霊の宮になりますというふうに聖書言ったよね。いろんな言い方し、神の家って言い方もし、聖霊の宮という言い方もしてますね。ここだけちょっと聖書のね、前半の部分だけ、コリントの人の手紙6章19節から10節、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮でありっていう意味から、っていうのはどういうことかっていうと、イエス様は天国に、今は父なる神様のもとに帰っていかれました。十字架にかかった後復活して帰っていかれました。そしてその後ご自分と同じ聖霊を送るというふうに約束してたね。聖霊様っていうのはイエス様と全く同じ方の、目に見えないけれどイエス様と全く同じ方なんですね。助け主、慰め主という聖書が書いてある。それがその方がどこに来てくださるかっていうと、信じる人たちの心の中に住んでくださる。すごい不思議でしょ。住んでくださるって、そういうふうに約束してるんですね。それはどういうことかっていうと、イエス様も、天に帰っていった。イエス様はご自分と同じ方を信じる人たちのうちに送ってくださって、その聖霊が私たちの中に、私たち一人の中に住んでくださる、そういう約束を
与えてくださってるんですね。でその方が僕たちがみんなどうだろうね、一生懸命お祈りしようとするときに右に行ったらいいかなとか、左に行ったらいいかな、今日どうしたらいいかなとか言ったときに、いつも、簡単に祈れればいいんだけど、難しいときってあるじゃない。ひろちゃんって迷うことないですか？なんかねえ、ある？そして、のりこさんは、祈ってるときにですね、どうしたらいいだろうって思うことないですか？はい、ね、神様の子供なんだけど、神様の子供なんだけど、この、地上で生きている間にいろんなことを決めなきゃいけないし、それからどうしたらいいだろうというふうに迷うことまでね。でその時に聖霊様は助けてくださるというふうに書いてあるんですね。これがどういう助けるかというと、いろんな助け方があるんだけど、これが天のお父様があなたに願っていることなんだよということを教えてくださるというふうに、聖書は、ね、書いてあるんですね。それがすごく大切なんです。でもっといろんな面で聖霊様は僕たちのことを導いてくださったり助けてくださったりするんだけど、一つだけ言うならば、いろんな面助けてくださるよ、でも一つだけ言うならば、神様の、天の父なる神様の御心を私たちに何を願っているのか、一人一人に教えてくださるお方なんですね。その方が私たちの中に住んでくださるんですね。大切なその4つのこと、他にもたくさん、私たちはイエス・キリストを信じている者がどういう人たちが、どういうものですか、あなたはどんな人ですかというに尋ねられたときに、こういうふうに答えることができるんですね。復習しますね。1番目、イエス様を信じている人たちは神様の子供とされています。2つ目、イエス様を信じている人たちは神の国に生きています。そこはイエス様という素晴らしい王様を治めておられるですね。から3つ目、イエス様を信じる者はキリストの弟子になっています。弟子ってさっき言ったでしょ。弟子っていうのは師である、師匠であるイエス様と一緒に生活する人たちです。から4つ目、イエス様を信じる人たちの中には聖霊様が住んでくださって、神様の御心を、神様はどういうことを願ってらっしゃるか教えてくださるだけでなくて、それをする力を与えてくださる、聖書を、ね、教えているんですね。その4つが僕はすごく大切だと思うんですね。他にもいろんな素晴らしい約束が聖書の中にたくさん書いているので、お家にいるみんなはお父さんとお母さんと一緒にお祈りして聖書を、一緒にですね読んでくれるといいなというふうに思います。はい、子供バージョン終わりですか？じゃあ今度は大人バージョンにします。いいですか？同じ、今子供バージョンは優しく言ったけど、ほぼ同じ内容を今度大人バージョンで、今度は聖書を読みながら、20分ぐらいでできたらいいなというふうに思いますね。いいでしょうか？今日の、メッセージのテーマはですね、2つの大切なことというテーマです。前にも教会の皆さんに、2つの大切なことがあるんですよ。信仰っていうふうに、もちろん僕たちはね、神様の信仰が大切ですっていう言い方をするんだけど、クリスチャン。でも信仰を分かりやすく言うと、信仰っていうのはさっき言った、お父さん、神様、私たちお父さんと呼びかけることのできる素晴らしい愛に満ちた、正しい罪のないお父さんを信頼することですね。本当に良き方である信頼することですね。それが信仰なんだけど、その土台となる2つのことがあります。何だと思いますか？それはね、こういうことなんですね。ちょっとパワーポイントいいですか？2つの大切なことの1番目は、はい、じゃあみんな一緒に言いましょう。はい、こっち1の3、父なる神がどのような方かを知ることなんですね。それから2つ目、父なる方が、神が私たちがどのような存在か、父なる神にとって私たちがどのような存在か、分かりやすく言うと、信じる信じるって言ったとしてもですね、神様がどんな方であるかを知らなかったらば信じることできないじゃないですか。
神様は僕たちはクリスチャンは礼拝する、それ神様を恐れましょう、愛しましょうって言うけど、神様がどんな方だったらどんな方だか知らなかったらば、本当の意味で、敬ったり愛したり仕えていくってことできないでしょ。だってパリサイ人だって神様礼拝しなさいって言ってたんですよ。神様の命令に従いなさいって言ってたんですよ。パリサイ人は立法学者。でもイエス様の目からご覧になった時に、このパリサイ人や立法学者たちは神様がどんな方であるのかを知らなかったんですね。イエス様の目からご覧になったのはね。むしろイエス様が一人一人訪ねていった罪人たち、いろんな罪人たち、イエス様がこう訪ねていって友となれた罪人たち、皆さんどんな人がいましたか、思い起こしてください。主税人、主税人、ザーカイもマタイもそうでしたね。同じのが出ちゃいました。はい、誰かいますか。漁師さん。え、漁師さん、はい、病人もいますね。だから一人一人いますよね。乞食、物乞いもいましたね。そうですね、マグダラのマリアという会員の女もいましたし、それから、6回も同棲を繰り返して離婚して、今、6人目の人と同棲しているような、あ、サマリアに住んでた町の人からこう軽蔑されたような女性もいましたね。それから極めつけは、極めつけは、ガリラ湖を渡っていったゲラサの地という墓場に住んでた、鎖につながれて、悪霊に疲れているような人もいましたね。イエス様ってそういう人たち一人一人を訪ねていったんで、ひどい人たちばっかり、まあ、素晴らしい人たちもいましたけど、そういう人たちも訪ねていったんですね。それはなぜですか。それはその人たちのところに訪ねて行って、神様はこういう方なんですよということを、言葉でなくて私を見なさい、私を見れば神様はどういう方であるか分かるんですよということを表しに伝えに来たんですね。イエス様ってこういうふうに言ってたじゃないですか。私を見た者は父を見たのですって言ってね。でイエス様がこの地上に来られたことの大切な目的の一つはですね、一番大切かもしれませんね、この子だったんですね。この世界に全ての人に、この天地万物を作りになった偉大な神様はこういう方なんですよということを、示しに来たんですね。ご自身を通して。イエス様はどういう方でしたか。憐れみ深い愛に満ちた方でした。もちろん罪のない清く正しい方でした。罪を憎まれる方でした。でもどんなに深い罪を繰り返し繰り返し行っていたような人でも、イエス様は訪ねていって探して友達になられる、そういう方だったでしょ。そのイエス様は神様のことを私のお父さん、お父さんという呼びかけていましたよね。でこの私が呼びかけている、あ、お父さんはあなたのお父さんでもあるんですよというのがイエス様のメッセージだったじゃないですか。でも、さっき言ったパリサイ人とか、立法学者たちはそれ聞いてめちゃくちゃ腹を立ったのね。冒涜だって言って、聖書のことを知っているようだったけれども、よく読んで暗記、丸暗記するぐらいよく知ってたんだけど、父なる神がどのような方であるか知らなかったし、他の人たちが知ろうとするのを邪魔するような人たちでしたね。それに対してイエス様はものすごく怒られたわけですね。父がどういう方であるかを知ることが私たちクリスチャンにとって一番大切な、人生をかけてですね、ずっと追求していかなきゃいけないテーマですね。で、よくこう自分探しっていう言葉聞きませんか。みんな自分探ししてた人いますか、この中でいますか。自分は一体誰なんだろう。自分探しってこういうことだと思うね。自分は何のために生きてるだろうかとかね、それから自分には価値があるんだろうかとか、それから自分はこれからどうなるんだろうかとか、そういうのも自分探しかもしれないですね。で多分自分探し、僕も今してる最中かもしれませんが、それはどういうことかというと、
それは自分にはどんな価値があるんだろう、本当に価値があるんだろうか、そこがすごく人間にとって、すべての人にとってすごく大切な部分なんだね。でも人間が、私たち一人一人が自分にどんな価値があるかを知るためには、神様がどんな方であるかを知らなければ、私たち、神様によって作られた私たちは自分の価値を知ることができない、そういう関係があるんですね。神様を知って初めて、あ、私はこういう存在なんだということを知ることができるんですね。1番目の、テーマというのはいいですか。あ、そうかね、ごめんね、大切な順番がありますね。大切な順番、2つの大切なことというのは、神様を知ることと、神様が私たちをどのようにご覧になっているのかを知ること、この2つが私たちにとってすごく大切なテーマです。それから順番も大切なんですね。このクリスチャンはね、この順番をね、よく間違えちゃうんですね、時々ね。じゃあここはね、パワーポイントを見て一緒に、読みましょうね。いいですか。はい、1の3。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために長めの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるんです。パリサイ人や律法学者はこの順番をね、勘違いしてたんですね。彼らも神様を愛しなさいって言うんですよ。神を恐れなさいって言うんですよ。神様の、命令を守りなさいって言うんですよ。ものすごく生真面目に言うんですよ。でも神様を知らなかった。なぜですか。こういう考え方をしたんですね。私たちが神様を心から愛するなら、私たちが神様の命令を守るなら、私たちが神様を恐れるならば、神様は私たちを受け入れてくださる。そういう考え方が律法学者やパリサイ人の考え方だったんですね。でもイエス様はね、そうではないとおっしゃったんですね。そうではない、私たちがどうしようもなくて、自分も愛せないし、他の人も愛せないし、失敗をいっぱい、同じような失敗を何度も何度も繰り返して、自己嫌悪になって投げやりになって、もう将来に希望も持てないしですね、人のことも全然愛せないし、許せないし、そういう私たちを神様は愛してくださったっていうのが聖書の順番なんですね。そんなどうしようもない私たちのところに救い主であるイエス様が来て、見つけて探して、違うんだよ、神様はあなたを作りになった神様はあなたのお父さんで、あなたのこと本当に愛してるんだよ、あなたがそういう状態にあっても愛してるんだよっていうのがイエス様のメッセージだったでしょ。そういうイエス様はメッセージを持って、ご自身がメッセージを、生きたメッセージだったんですね。で、エリコの町のイチジク川の木に登ってるザーカイのところに行ったり、彼は町の嫌われ者だったでしょ、暴力で。それから会員の現場で捕らえられた会員の女のところに行って、私はあなたを罰しない、これから罪を犯してはいけないよっていうふうに許したわけでしょ。それから、さっきのサマリアの女のところに、町の嫌われ者サマリアの女のところに行って、でも、誠の礼拝者にあなたを学ぶことができるんだよっていうメッセージを送ったでしょ。それから悪霊にいっぱい入られて、人間獣のような生活を送っていたゲラさんのところに行って、彼を解放してですね、そして自由にしてあげたでしょ。捕らわれ人を解放するために私は来たという理財書を開いて、イエス様の交渉会が始まりましたね。どっか行ってたんだっけ。ですね、大切な順番について話したね。福音というのは、神様がまず私たちを愛してくださったというのが福音なんですね。いいでしょうか。はい、ここからが、じゃあ急ぎ足で言いましょう。さっきの子供バージョンと同じところを聖書を読みながらいきたいと思います。4つのポイントから、私たちが、神様の目から見た私たちがどのような存在であるかを一緒に考えたいと思いますね。ですね、じゃあここは一緒に読みましょう。はい、青い字のところを1の3。私は罪許され永遠の命を与えられたもの、
神の子供です。クリスチャンのアイデンティティ、アイデンティティと私はどういう存在かということなんだけど、アイデンティティの一番大切な部分は、私は神の子供です。甘えることのできる神様に、もうこのままの状態で甘えることを抱きつくことのできる、お父さんと一度も呼びかけることのできる存在なんですっていうのが、クリスチャンにとって一番大切なアイデンティティですね。はい、じゃあ聖書読むよ。ヨハネの福音書の1章11節1-3、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。ですね、僕の尊敬する、クリスチャンの、先輩メンターの一人に、デイル、コフマンっていうユースティタミッションの、ユースティタミッションのリーダー、今キングスキッズインターナショナルのファウンダーがいるんですが、こういう証しをしてくれました。彼は、ですね、若い時牧師をしてたのね。それで、まあ、彼の教会ではあのアッセンブリの教会の、牧師をしてたんですけども、ある期間ね、神学を卒業して、で、まあ、その教会ではきちんとネクタイしてスーツを着て、で、デール若いデール先生はその日の、メッセージの準備をしていたんだって、書斎でね。でも、いつ出かけてもいいよ、聖書を開いて、でお祈りして、していた。でそこに3歳の長男、ジョシュア君が入ってきて、お父さんにコーヒーを、組んであげた、コーヒーをお父さんをねぐらうためにですね、小さいヨシア君は、ジョシア君はコーヒーを入れてカップに入れて、お父さんのところに、お父さんっていうね、コーヒーのマグカップを持ってこう行ったそうですね、近づいてきた。でデルさんは、ジョシア君が満面笑みでですね、大好きなお父さんのところに喜んでもらおうと思ってコーヒーを持ってくる姿をこう見たのね。あ、ヨシア、ありがとう。ところがヨシア君は、ジョシア君はお父さんの近くに来た時にですね、つまずいてバシャーンとコーヒーパーカップをこぼして、お父さんのスーツと聖書をコーヒーでびしょびしょにしちゃったのね。あ、これからもう30分ぐらいいて教会の交代に立たなきゃいけないのに。デール氏は、デール先生どうしたと思いますか？と彼はもちろんびっくりして、同点、キーも同点してね、同点したんですね。でも、ハンナヨシア君になってくれますか、ここに来て。ジョシア君、3歳のジョシア君になってここに来てくれますか。デール先生はジョシア、パシーってやったんではなくて、もちろんこうとっさにですね、彼はびっくりした。しかし彼はね、不思議にね、天のお父様のことを思ったんですって。でね、彼はね、こぼしちゃって ごめんなさいみたいな顔してくれる。もうちょっとうなだれてくれますか。もっと腰こうになってくれる。よしや、彼はね、デル先生、よしや、大丈夫だよ、僕の聖書よりも僕のスーツよりも君の方が大切だからっていうね、言ったんですって。そういうことは僕はなかなかできないですね。インターネットで聞いてらっしゃるお父さんお母さんどうですか。どうでしょうね。で、イエスさんこうおっしゃったでしょ、私を見た者は父を見た者ですっていうのは、そういうことなんですね。今度はそれは私たちにとっての宿題になるわけでしょ。私を見た者はイエス様を見た者ですっていう生き方を僕たちはしていかないといけないですね。神の子供となるということは、イエス様が、神様はどんなに私たちが拙くても失敗してもうまくいかなくても子供として受け止めてくださるということですね。もちろん罪はいけないですよ、神様の罪に憎まれますけども、そういう関係が僕たちと天の父となる神様の間にあるということを皆さんしっかり握っててください。お願いします。いいですか。
それが僕たちのアイデンティティの一番大切な部分なんだね。はい、2つ目、私たちは2つ目の青い自分、青いところを読みましょう。いいでしょうか。はい、1-3、私は神の国に生きる者、王なるキリストのしもべです。1番目の一番大切な私たちにとってのアイデンティティは神の子供というアイデンティティでした。2つ目は、神の国に生きるキリストのしもべという、アイデンティティがある。それはキリスト、神様は私たちの王であって私たちはしもべなんですね。でも、幸いなことに皆さんよかったですね、イエス様はですね、独裁者ではないですね、冷酷な独裁者ではないですね。それからパリサイ人のような立法主義者でもないですね。イエス様は、イエス様は私を見た者は父を見たのですという愛と慈愛と許しに満ちた、でも罪のない正しいお方ですね。決して私たちのことを決して、まあ、もうダメだなみたいにサジを決してサジを投げる方じゃないです、ね、決して諦めない。私はあなたを捨てて孤児にはしないという約束があるでしょ。そういう素晴らしい私たちに対する約束が聖書の中にいっぱい書かれて、います。御言葉のも読みましょうね。たくさんあるんですけども、第一ペテロの2章9節をゆっくり一緒に見ましょう。1-3、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ここには神の国っていう言い方ではしてないですけど、聖なる国民、神の所有とされた民って言い方してますね。大切なここから、だけから、メッセージすることもできますけども、大切なポイントを一つ言うと、所有権はもう私たちのものではないということですね。イエス様が私たちを所有してくださっている。でも愛に満ちた私たちにとっての最善を知っていらっしゃる方が私たちを所有しておられるということですね。そして、別にここでは、かつては闇の国に住んでいた私たちをご自身の祝福と恵みに満ちた、神の国に移してくださった。今私たちはそこに住んでるんですね。チャレンジありますよ、大変なことも、悩んだり、体の具合悪くなったり、心がちょっと元気なくなったりですね、そういうこともあるでしょう。それから教会の中でも傷んでるところいつもあります。でも私たちは神の国に生かされてるんですね。コロナウイルスが、こう蔓延して、みんなどこでもですね、みんな恐怖の中でですね、恐れの中で、あんまり全然へっちゃらな人もいるかもしれないけど、恐れの中で生活しています。でも私たちはこういう、混乱に満ちた世界の中にあっても、これからますます混乱していくでしょう。しかしそういう世界の中にあっても、見えない神の国の中に、平和の君が治める神の国の中に生かされているんですね。いいですか。ですね、ガリラヤ湖をさっきゲラサの、墓場に、ゲラサにイエス様が行かれるときにですね、ガリラヤ湖を渡って、弟子たちを船、小舟に乗せて行ったときに、湖の真ん中に来たときに大嵐になったじゃないですか。波が入ってきて風がビュービュー吹いて、イエス様はそこにいたんだよ。でもそこにいた小舟に乗った弟子たちはみんな怖がったよね。漁師なのに、半分ぐらい漁師なのに、水がジャバジャバ船が帰ってきて、イエス様はそこでガーガー出ていてですね、イエス様、イエス様起きてください、大変です、沈んで溺れちゃいますって言った時に、イエス様は、なぜ恐れるのか、私がここにいるではないかって風と波を叱りつけたらば、一瞬にしてですね、嵐と、風と波は収まってしまう、そういう場面があったよね。私たちはですね、すごく
自分たち の、この生活っていうのは小舟に乗っていて、皆さんの状況どんな状況かわからないですけども、難しいことが起こったり、嵐が起こったり、風が吹いてきたり、自分たちの安全だと思ってたところに水が入ってきちゃったりとかする、そういう経験って皆さんされてると思うんですね。でもこの記事が聖書の中に書かれているのは、そこにイエス様いらっしゃるんだよということを伝えるためにですね、イエス様、福音書は中にその記事が書いてあるんですね。どんなに状況が揺れ動いて不安に見える状況でも、イエス様はそこにいらっしゃるんですね。私たちは神の国に生かされているんです。私たちにとっての宿題というか課題は、一緒にいらっしゃるどこに目を留めているのか。皆さん、コロナウイルスには気をつけなきゃダメだと思いますよ。もちろんマスクしてね、手洗いして。でもコロナウイルスに目を留めているんですか。そうではなくて、私たちのそばにいるイエス様に目を留めていくということですね。いろんなことこれから起こってくるでしょう。皆さんの私生活の中にも、この世界の中にもいろんなこと起こってくるでしょう。でも常に信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと言ったように、イエス様に目を留めることが大切ですね。なぜならイエス様は王であって、王の主なるか、主の主なる主であってですね、全て治めておられる方だから、多少私たちが揺さぶられるのはですね、私たちがこれが頼りになるかな、これがあれば大丈夫かなと思うものを、神様はわざと揺すってですね、私に目を止めなさいというシグナルを、メッセージを語りかけていると思うんですね。クリスチャンに対してはね、この世界に対しては、この世界というのは当てにならないよということを、全ての人に、私に、創造主である私に目を向けなさいというメッセージもあると思うんです。私たちはキリストを信じる者は神の国に生かされているものです。3つ目、私は神と人を愛する者、キリストの弟子です。でキリストの弟子はイエス様から何を学んでいかなければならないんでしょうか。答えを言います。それは神様と人を愛することなんですね。聖書のすべての命令を、圧縮するとですね、何が大切ですかというふうに、聖書の命令の中に何が一番大切ですかというふうにある人がイエス様に尋ねました。イエス様は、心を尽くし、思いと心、力を尽くして神を愛することです、そして自分と同じように隣人を愛することですというふうにおっしゃったんですね。それがいろんな約束、いろんな命令がたくさんあっても、それが全てなんですよ、それに集約されてるんですよというふうにおっしゃいましたね。弟子、キリストの弟子というのは、この大切な神様の命令を学んでいくものなんですね。弟子、ギリシャ語の弟子というのはマテーテイスという言葉で、字義通り訳すと、学ぶものという意味があるよね。学ぶというのは何かアカデミックに学んでいくのではなくて、さっき言ったようにイエス様と生活を共にしながら、ああ神様はこういう方なんだということを学んでいくということですね。そして神様のご性質が私たちを通して現れていく、それを学んでいくのが弟子ですね。はい、聖書を読みましょう。マタイの28章18節20節、はい、18節か20節、1-3、イエスは神に言われた。ですね、じゃあ僕から読みますね。あ、行きます。はい、はい、じゃあ言いますね。1-3、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権利を与えられています。それゆえあなた方行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでもいつもあなた方と共にいます。あらゆる国の人々を弟子としなさい。この弟子というのはイエス様から学んで神と人を愛する人たちのことです。
私たちは恐れから解放されて、神を愛する者、人を愛しキリストの弟子を作る者と、されました。はい、今度は 1,2,3,4つ目です。はい、いいですか。さっき聖霊の宮っていうことをお話しましたけど、はい、じゃあここを青い字と赤い字、はい、聖書の箇所をちょっとやってみましょう。はい、よろしいですか。 1-3、 私は神に捧げられたもの、聖霊の宮です。続けて第一コリント6章19節から20節、 1-3、 あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。確かに、イエス様を信じる人たち一人一人は聖霊の宮とされています。でも聖霊の宮とされることのもう一つの意味は、所有権が移っているということなんですね。自分のものではないんですね。この体はもう、堀井洋次のものではありません。堀井洋次のものだと自分勝手に使っちゃうのでね。でこの目はもう堀井洋次の目ではないんですね。イエス様が所有権はイエス様に移ってるんですね。この、いろんなことを考える頭もですね、私のものではないんですね。イエス様のものなんですね。自由は与えられてますよ。カルトではないので自由意志は与えられてますよ。でもカルトとキリスト教というカルトっていうのは、ですね、恐怖やあるいは駆け引きをしてその人の自由意志を奪ってしまうところ、誘導してね、奪ってしまうところが、カルトなんですね。どんなに愛だと言っても、どんなに祝福あるよと言っても、その人の自由意志が奪われてしまった、自由、その人が決断して、その人が判断して、その人が自分の意志で従っているのかどうか、そこが大切なんですね。誰かが言ってるから従ってるっていうのは問題ですね。洋治さんが言ってるから従っていますっていうのは本当の意味で従ってることにならないでしょ。イエス様が弟子たちに私に従ってきなさいとおっしゃった時に、私に従ってこなければ災いがあるよって言いました。イエス様、ミノちゃん言いました。イサク、イエス様が弟子たちに私に従ってきなさいって言ったら、私に従ってきなさい、そうすればあなたの人生は豊かに祝福されますよって言いました。イエス様は言ってないですよね。イエス様はただ私に従ってきなさいって言ってますよね。私に従ってこないとあなたはひどい目に遭いますよとか災いに遭いますよというふうに言わないではないです。言わなかったらないですか。イエス様は弟子たち一人一人が自分で従っていきたいのかどうかを問いかけていたんですね。私に従っていきたいならば従ってください。すべてそうです。このあとだってイエス様に従っていくというのは彼らにとって結構大変だったわけですから、もちろんそれは祝福の道であった。でも、その従っていた主は彼らの目の前で十字架にかけられちゃったわけでしょ。それがイエス様に従っていくことだったわけでしょ。イエス様は復活しました。でも弟子たちはその後、イエス様の福音を伝える者として使徒として働いていましたけども、12人のうち11人は、殉教してしまいましたね。私に従ってきなさいという道の先には人間の目で見てはあまり祝福と思えないことが待っているかもしれませんね。チャレンジがたくさんあるかもしれない。でも、それは、永遠の命につながる道であることだけは確かですね。どんなに大変であったとしてもその一つ一つの中にですね、イエス様がいてくださるんですね。私たちにとっての祝福っていうのはもちろん神様は必要なものを与えてくださるでしょう。でも私たちにとっての一番の祝福っていうのは、神様がどんな方であるか、どんなに愛に満ちて許しに満ちた方であって決して私たちを見捨てない方であるか、それを知ることではないですか。神様が私たちがどんな状態でも我が子よと受け止めて招いてくださる方であることを知ることではないですか。その方との関係を持っていることが私たちにとっての一番の祝福なわけですね。そこに私たちが永遠に生きる約束が与えられている、わけです。今聖霊の宮とか言ってたね、そし
して所有権が移っているということは大切ですね。聖霊は確かに助け主である聖霊は私たちの中に住んでくださっている、それは素晴らしいことです。でもその聖霊の宮というのは聖霊の宮であるために私たちは自分自身をこの体を生きた供え物として捧げなさい、それこそが霊的な礼拝ですというふうに語られていますね。捧げられている人が聖霊の宮であるということもできます。私たちの主である神は聖霊の宮とされた私たちを通してこの世界にご自身の栄光を表したいと願っておられます。ですか、繰り返してください。私たちの父である神は聖霊の宮とされた私たちを通してこの世界にご自身の栄光を表したいと願っておられます。そのために皆さんどうですか、ご自身を捧げる、決心をすることはできますでしょうか。私たちが神様を愛したから神様が私たちを愛してくださったわけではないですね。私たちがどうしようもない時に、箸にも棒にもかからない罪人であった時にイエス様は私たちを探し出してご自身の命を捧げて身代わりとなってご自身の血の代価を払って神のものとしてくださったんですね。そこにクリスチャンである私たちのアイデンティティがあるわけです。お祈りします。父なる神様ありがとうございます、この世界は揺り動かされています、これからますますそうなるでしょう。でも私たちは神の子供です。私たちは神の国に生かされています。私たちはキリストの弟子です。また助け主であり慰め主である聖霊の宮です。私たちの所有権はあなたに移されています。あなたは私たちこの私たちを通してあなたがどんなに良い方であるのかをあなたの栄光をこの世界に表したいと願っておられます。どうぞ私たちをあなたの道具として用いてください。イエス様の名前によってお祈りします。はい、皆さん良い一日をお過ごしください。じゃあみんなもう一回前に集まってもらえますか。はい、じゃあみんなさっきと同じにしましょうね、イエス様の祝福がありますようにと言っておいてください。ちょっとギューッと詰まってくれますか。フレームライのみんな、はい、じゃあ一のね、イエス様の祝福が豊かにありますように、イエス様の平安が豊かにありますように、祝福平安を理解しましょう。まず祝福から、一の三、イエス様の祝福が豊かにありますように、もう一回でかい声で、一の三、イエス様の祝福が豊かにありますように、今度は平安ね、一の三、イエス様の平安が豊かにありますように、じゃあ最後にじゃあね、一の三、じゃあねはい、では皆さんまたお会いしましょう。